様が二日酔いで作った人間や。今回出場する理由は、まあ、簡単に言うとおでんツンツンした僕でもセカンドライフがあるんだよっていうことだから諦めないでっていうねことを伝えたい。子供たちに、特に今の子供たちはなよなよしてっから、ほんとバシッとよ、このスパーンと響いてほしいね、子供たちに。もちろんあんま言えないですけど、こっちも欲しいっす。おでんさんに対して悪いイメージじゃないんですよ。ただ試合なんで僕は本気でやるし、もうリングの上ではもう関係なくボコボコにしますね。発達障害ってほんまにね、まあ、オーディションとかも言ったんですけど、まあ、苦しいんですよ。自分自身でしかすごい悩みがわからないっていうところがあって、忘れがすごいんですよ。物忘れとか、じゃあこれお願いねって頼まれたのに、次またこれお願いって言われたら、その次のことに意識がいってしまって、最初に頼まれてたことを忘れるんですよ。会社も今26歳で15社ぐらい転職してるんですよ。その中でも何件かはもうねクビになってるっていう状態なんで、真面目な方では生きていけなかったんで、ヤンキーの方で頑張ってもっと狙って生きていこうってした時に、ヤンキーの方でもやっぱり浮いちゃうんですよね。だからいわゆるヤンキー業界でいう下手打ちがめちゃくちゃ多かったんですよ。お金の請求もあったりとか、何をやってももうまくいかない。もっと有名になって、その発達障害でうまくいかなかったこともひっくるめて、心全部変えたろうと思って。自分で何かを判断してやるっていうことが今まで全然なかったんで、もう流されるがままっていう感じで、でもこの、まあ、オーディションで、ね、ちょっと爪痕残した感じになって、でそこでようやくちょっと家族も、ね、うん、賛成してくれて、今応援の方に行ってるよね。やるんやったら頑張ってこいみたいな。でもそれは嬉しいんちゃう。めっちゃ嬉しい。だって今までそんな経験ないやろ。ない全否定できたやんか。頑張れよなんか言われたことあったからみたいな。気が狂ったようにもうってなってたと思うんすよ。なんすけど面会に来た時にみんながあんたのなんていうの敵だったとしても、私は絶対にあんたの味方だからねみたいなことを言われた時はやっぱ感動したっすね。うん、ちょっと待って。まあ正直不安な部分もあるっす。でも勝ちたいっすね。勝ちたい。とにかく今まで支えてくれた家族のためにも今回は絶対勝ちますね。脱ぐんですか？脱ぎますか？あの足のフェイントが使えなくなりましたね。使えなくなりましたね。これで体の幅がバレてしまいますね。今日じゃスタンドなしですね。そうですね。背中にはアンリと書かれているでしょうか。お姉さんの名前でしょうか。さあエイリアン2機が宇宙人の着ぐるみを脱ぎました。オーディションのスパーリングでは見事勝利しています。ここで人生を変えたいとおでんツンツン男、オーディションでは暴れ回りました。睨みつけています。さあ人生を変える1分間がこれからスタートします。ライト級のワンマッチ、アンダー68キロの世界です。6.5 第2試合、レディーファイ。1分間のゴング、中央で殴り合いに行く。さあゆうごさん、おでんツンツン男の実力楽しみですね。エイリアン2機は腕プショ強さをオーディションでは見せてくれました。顔面を捉えに行きます。最初の15秒間が経過、かなり激しい争いにはなっています。まあ、みくるさん、オーディションではおでんつんつん男は暴れ回りましたもんね。そうですね、試合でも暴れてますもんね。はい、もう膠着はしません。ひらをしているのがおでんつんつん男、ただ圧力はあります、推進力あります。顎が上がってるから危ないですね、おでんさん。あと20秒切ります。おでんちゃんと見ないと。一発
入ればという状況にはあります。エイリアン2機右ストレートを始めた。さああと10秒投げ込めることはありません。手数はあります。おでんつんつ男です。顔もかなり赤くなっているか。エイリアン2機さあ時間がなくなってきました。打ち合う、最後まで打ち合いました。左の鼻から出血はエイリアン2機です。右の拳を上げたおでんつんつん男。さあここも判定へとつながっていくことになりました。ライト級のワンマッチです。アンダー68キロの世界第2試合 6.5。 さあそれでは判定です。ジャッジ朝倉、青エイリアン2機、青に入ります。ジャッジ優吾、CO 優吾は青、悩みながら青。さあ秋山さん、ジャッジ秋山ドロー、秋山さんはドロー。以上2対0をもちまして勝者青エイリアン2機、2票を取ったエイリアン2機が勝利を飾っています。さあこれでブレイキングダウン7へとつながる。すいません本当にこんな僕みたいなもう応援していただいて本当にありがとうございます。で今回僕のスポンサーになっていただいた皆様本当にありがとうございます。でねちょっと僕ブレイキングダウン7本当平らに行きたかったんですけど、でもともと米代くんが7でやろうよって言ってたんですけど、まさかね黒石さんに米代くんが負けたんで、もし行けるのであれば僕黒石さんとやりたいんですよね。黒石さんと次コムヨ君の借りを返したいなと思ってまして。ダメですか。ちょっと練習は本気でやるんでこれからもお願いします。ありがとうございました。アウトサイダーのレジェンド黒石とやりたいというふうに話しました。勝利しましたエイリアン2機です。うわっと、ここです。